つなぐ建築士の中央道。九州中央道大和中島西インターチェンジから大和通潤橋インターチェンジ間開通おめでとうございます。タレントの田中洋平です。今回の開通で我がふるさと大和町がますます発展していくこと大いに期待しております。とっても嬉しいことです。さてここでキャッチコピーのつなぐ九州中央道にちなみ、地域の皆様で九州中央道の開通で実現したい大和町の未来像についてスケッチブックリレーで思いをつないでいけたらと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。大和町でアルボアイスクリームをしています藤川里奈です。アルボは乳製品と白砂糖不使用でグルテンフリーの手作りアイスクリームとコーヒーを一緒に楽しんでいただけるお店です。ここ大和町は通潤橋をはじめとする歴史的な観光資源や美味しい食、豊かな自然など魅力的な観光資源がたくさんあります。九州中央道が開通したら多くの方に大和町の食と自然を満喫してほしいです。大和町に県内外から多くのお客様にお越しいただくことで大和町の観光が盛り上がることを期待しています。大和町商工会の田辺です。大和町の商工業の振興と発展を目指してサポート活動をしています。九州中央道の開通により町内へ人と物の移動が大変便利になります。大和町にある通潤橋がこの度国宝指定となりました。街中には八朔祭りの大作り物があり見どころたくさんある町です。多くの人に大和町に来てもらうと町内企業の活性化が期待できます。働きやすい町、生活しやすい町、多くの方との交流が生まれる町として大和町の経済がさらに発展していく未来を実現したいです。みんな来てねー。大和町で区長をしている日野熊です。地域の代表として公民館活動、体育部活動、健康福祉部会等を行い、地域が健やかに生活できる環境に力を注いでいます。九州中央道が開通することで仕事をしている人にとっては通勤等の時間が短くなり行動範囲が広くなります。また災害があった場合は関係機関がいち早く現場に駆けつけて困っている地域へ温かい声をかけてくれます。さらに緊急医療が必要な人は大きな病院により早く搬送してくれることが期待できます。国宝になった通潤橋や癒しを求める場所に多くの人が訪れてもらいたい。そして第二のふるさととしてこの町に住んで生活してくれたらありがたいです。4年前に東京から大和町へ移住してきました本田です。大和町の有機農業に惹かれ東京から移住してきました。現在はトマトとネギの有機栽培を行っています。九州中央道が開通すると心を込めて栽培したトマトやネギの出荷がより効率的になります。集荷場から消費者までの輸送も短縮できますね。生活面でも大和町から熊本市への通勤や買い物がしやすくなります。大和町は自然豊かで子育て世代の定住移住にはぴったりの町です。大和町がより便利になることで多くの人が定住することを期待します。また大和町で有機栽培された栄養たっぷりな農産品を多くの人に楽しんでもらう未来を期待します。矢部高校生徒会です。私たちは来年に大学受験を迎えます。多くの生徒が熊本市内の大学へ進学を希望しています。
私たちは大和町の自然が好きです。中央道が開通したら自然豊かな大和町に住みながら市街地の大学にも通学できるようになります。移動が便利になることで町の魅力を多くの若い人に知ってもらうチャンスだと思います。これを機に大和町に若者が集まってくる未来を実現したいです。今年国宝に指定された通潤橋です。白糸台地を水で潤す通潤橋です。今は人々の心も潤しています。通潤橋を見ると癒されますよ。ぜひ来てください。大和町にはたくさんのキャンプ場が、九州中央道ができて大和町が楽しい町になるのが楽しみです。大和町長の梅田です。九州中央道が2月11日に開通を迎えます。待ち望んでいた開通であり大変嬉しく思います。今回の開通によって町民が思い描く未来像を受け取りました。とても心強い未来像ばかりで大和町の未来が楽しみになります。私が思い描く大和町の未来像は、町民が大和町に住みながら豊かで安心安全な暮らしを実現するとともに、多くの人に町に来てもらい、伝統芸能や大自然の魅力を堪能してもらえる姿です。皆さん、大和町にお越しください。